どうもお疲れ様です。まあ、ガーシー国会議員として当選するときの公約は、えー、日本に帰らずに海外から日本の闇を暴くということでございました。ですんで、公約を守って私たちそういうふうな国会議員がいてほしいなというね、30万人近くの国民の代表としてね、いるわけなんですよね。まあ、これがもしね、今回の懲罰委員会で追放などされると、もうすでに私たちの民意は、 国会議員の意思によって潰されるってことが、まあ、ここでね前例を作ってしまうんですよ。というのが今までもこういう議論ってあって例えばね河合案理っていうねあの買収騒動でものすごく有名になってしかも有罪判決を得て、えー、とんでもないご確極悪人なんですけどもこの人もね党員してないわけなんですよ。党員せずにボーナスもらった歳費もらったってことで批判を浴びたんだけどもでも懲罰委員会にすらかけられなかったんですよね。有罪の犯人がですよ しかも法務大臣ですからね、うん、法務大臣とその奥さんの河合案里が2人で共謀して悪事をずっと長い間で働いていて100人以上のお市議とかそれから県議にお金を渡していたというとんでもない犯罪なんですよね。でこれは全然歳費とか出て懲罰委員会すらないわけですよ。ななんだこれみたたいな感じでですよねね <laughs> その他、ね、最近でしたら吉川武議員が なんかこう未成年の女の子に酒を無理やり飲まして4万円払ってで売春を強要したという事件がありましたけどもこれも全く国会に出ることなく売春は一生懸命やってで債費もらってるわけなんですよ懲罰委員会にすすらかかってないんですよね、うん、だからやっぱり相当ガーシーの存在が、あのー、危ないんですよねガーシーはいろんなネタを持ってますんでそれこそ国会議員の裏ネタをね一人一人証拠付きで。 えー、知らしめるるこことととができるというところもあってで特にその国会議員の側近の人とか対抗勢力っていうのが誰を通じて内部告発をすればいいかなっていうのに結構困っていてそれが「週刊文春」だったんですけどもうんやっぱりねそれがねガーシーみたいな捨て身の人間が出ることによってネタを、ね、集めやすくなったってところあるでしょうねうんすごくリアリティがあってなかなか面白いなと思います。こういういな 国会議員がやっぱり1人や2人はいなくっちゃねなんて面白くないなと思いますね常識的な国会議員っていうのはずるいやつらでバカなやつらばっかりですからちょっとこういうふうなね悪のカリスマがいてほしいなと思いますね。いい。らっしゃい